はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、ドラゴンボールから、こちらのフィギュアを紹介したいと思います。こちら、はい、プライズ品ですね。はい、これはね、新しいシリーズかな、スーパードラゴンボールヒーローズから超絶技巧その1ってやつですね。うん、新しいシリーズだね。超絶技巧の、スーパーサイヤ人ブルーの、悟空ですね。はい、いやね、これはね、自分はね、手に入れる予定はなかったんですよね。まあスルーする予定だったんですけど、まあリサイクルショップで、すごい安くね、手に入れることができたんで、思わずね、買っちゃいましたけれども、なのでね、ついでだから紹介していこうかなっていう感じで、買ってまいりました。はい、ということでね、こちら、箱から出して、袋の状態からね、見ていこうと思います。はい、ということでね、袋の状態まで持っていきました。はい、こちら、いやシンプルですね。もう胴体は、くっついてる状態ですね。はい、で、補助パーツ、補助パーツに、頭部、この3つ構成ですね。はい、シンプルでは、ね、早速、組み立てていきましょう。はい、組み立て終わりました。見ていきましょう。こちら、はい、じゃじゃじゃんとね、どうですかね。まあ、ブルーって言いながらちょっとね、髪の色が今までのブルーと全然違う色ですね。なんかね、ほんと水色って感じ。めっちゃ水色。まあ、どうなの、まあ造形的には悪くはないんだけれども、まあね、顔なんだよな。顔がなんだろうな、 目かな、目がなんか似てない気がすんな。ちょっとなんかこう、自分的には残念かな。もうちょっとね、なんだろうな、目のあれが小さいのかな、幅が。あとはね、まあ、前回のね、 SMSP のね、悟空のね、スーパーデンジ4を見ちゃった後だから、まあちょっと見劣りしちゃうのはしょうがないんですけどね。どうなんだろうな、これも好み分かれるかな。自分的には点数つけるとしたら、そうだね、40点。まあ100点満点中ね。ちょっと顔がなんかこれっていう感じじゃないんだよな。ちょっと残念かな。しかもちょっとこれバランス悪いな、補助パーツつけてんのに。なんか前の目なんかプランプランするね。ちょっといろんな意味でちょっと残念かな。安かったから買っただけであってね、本当はこれも買う予定はなかったんですけどね。まあ、はっきり言うと1000円以下で買えちゃったんでね。はい、ということでね、今回の、ドラゴンボール、
まあ、新しいシリーズですよね、超絶技巧っていうね、新しい新シリーズなんですかね、まあ、シリーズが続いていくのか分かりませんけどね、はい、その1ということで、スーパーサイヤ人ブルーの悟空でした、はい、ということでね、まあ、うん、バランス悪いなこれ、まあ、また次回、何かしらの開封でお会いしましょう。ということで、今回はこれにて終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。